ラーのカードを持つ男。闇は飢えている。このカードは毎ターンスライムトークンを生み出す。ボーガニア。さらに貴様のターンの終了前にボーガニアンの特殊能力発動、地獄送りのボーガン。出るかよ。リバーストラップオープン。悪夢の魔境。溶岩魔人ラバーゴーレムを召喚する。貴様のフィールドのモンスター2体を生贄にして貴様のしもべとなるのさ。なんだと？そいつはターンごとに灼熱の体を溶かしながらプレイヤーに700ポイントのダメージを与える。少々厄介なモンスターだがな。リバーストラップ発動でね。モンスターリリーフ。ラバーゴーレムの灼熱の体が溶け出してお前のライフを削るぞ。メタルリフレクトスライム。そう、これは神の慈しみ、ゴッドスライム。
痛恨の呪術、自分のダメージを他のプレイヤーに移し替えるカード。闇からの奇襲。お前を生贄にする。ウォームアップはもう十分だ。ウォームアップ、まさか。さあ、闇のゲームの始まりだ。クジャクマイ、お前は孤独と絶望という究極の快楽を抱きながら死に至る。それがこの闇のゲームだ。ホールディングアームズ。こいつは3ターンの間、敵の攻撃は一切受け付けない無敵能力を備えている。確かにホールディングアームズの攻撃でアマゾネスは倒せない。だが、そいつの動きを封じるには十分だ。ユラゲド召喚。ゴリラ号攻撃表示で召喚。行け、ゴリラ号。正確にテキストを唱えたプレイヤーの忠実なしもべとなる。我が勝利のために起動せよ、ラーの抑制じゃ。これぞラーの抑制流だ。さあ、終わりだ。ラーよ、この女を焼き払え。ヒエラティックテキスト、その第3行説を唱えた者は
このターンのみ自らのライフをワンポイントだけ残し、残るすべてラーの能力値に変換できるのだ。ラーの攻撃、ゴッドブレイズキャノン。すべてのモンスターを破壊し、そしてプレイヤーを抹殺する。召喚したモンスターを復活できるんだよ。